家三兄弟キリスチャン四代目彼は明治42年筑豊炭田の一つである田川の小さな村で生まれ育ち、川遊びの中で中耳炎を起こし、そのまま放置したため難聴になり、聞こえないために友と遊ぶより絵を描くようになりました。それを見た近所の方が博多人形師のもとへと紹介され、弟子入りをしました。15歳の時でした。彼は師匠の机の上にいつも置いてある黒表紙の本らしきものが気になり始め、とうとう誘惑に負け、師匠の留守に部屋に入り見たのです。祖父が初めに見た神の言葉である。留守に部屋に入ったことは師匠にすぐに分かり、呼び出されました。祖父はありのままを話し謝りました。次の日師匠は黙って教会に連れて行ってくれたそうです。日曜日の礼拝が楽しみになり、神様を信じ洗礼を受け、休みには家に帰り家族中に福音を語ったそうです。そればかりかお寺に行き住職にまで福音を語ったそうです。姉たちやその家族も救われました。そんな中年季が明け独立し、結婚をするようになったのです。結婚式の準備が整い祈りに入ると、相手側は驚き、やそには娘をやれんと村の若い衆に連れて行かれ、残された出西家一同は神に感謝を捧げ、この結婚式は終わりとなりました。感謝の祈りの後、牧師の紹介で鳥取からクリスチャンの花嫁が来た。花嫁はクリスチャンになったことによって親から迫害を受けていました。しかし結婚のために一人九州に向かう娘に柳氷を持って駅まで送ってきてくれたそうです。辛いことがあったらいつでも帰ってこいと言ってくれたそうです。こうして出西家一代目クリスチャンホームができたのです。祖父と祖母はクリスチャンとして戦争を迎え、終戦を迎えたのです。祖母は祈り手として教会で用いられていたそうです。この信仰は子供たちに受け継がれ、孫にひ孫に受け継がれています。祖父は博多人形師として像を刻むものであったことを悔い改め、天に帰りました。この時祖父母と両親やおば夫妻、おじ夫妻、親族一同、祖父の仕事を通して偶像に関わってきたことを悔い改めました。この後二代目である父やおじが牧師になり、三代目である孫の代でも二人が牧師になっています。この祝福は次の代でも続くでしょう。彼イエス・キリストを信じる者は失望することはありません。